今回はね、ビアンテ。あとね、チェックランプがね、いっぱいつきました。アイストップとかね、横滑りとかね、ABS。つきました。でね、バッとついたときね、充電不足かなと思ってね。まあ、バッテリーの測定したんですが、充電はしてました。で、まあ、セルのね、バッテリーは、まあ、バッテリーの、まあ、標準のボルトでした。で、まあ、診断ね、かけて、まあ、調べて、まあ、行くところですね。で、大体ね、まあ、出たとこから行きます、みたいな感じで、まあ、喋ってると思います。ちょっと音声がね、うまく、取れてなかったので、まあ、後からね、吹っ込んでます。でね、診断出たところからね、まあ、番号ね、ちょっと何が出たかね、ちょっと僕、見にくいので、わからないですが、この番号でね、ずっとね、調べていったらね、ABS とかね、まあ、いろんな、まあ、ポンプモーターとか、確かね、可変吸気のなんか異常かなんかも出てました。で、いろいろね、出てたのでね、診断ちょっと削除して、まあ、チェックランプが消えるかどうかを、ね、確かめました。まあ、普通はね、消えるんですがね、消えた瞬間またね、突き出すんですね。こんな感じで。でね、これはもうほんまに、どこかがね、故障してるなっていう感じの会話をしてたと思います。で、何回もね、削除してみましたがね、一向にね、消えることなかったのでね、松田に電話したんですね。で、うちのこのコンピューターでしたらね、出た順番が出ないっていうね。で、松田のコンピューターであればね、どれが一番先に出たとかね、調べれるっていうね、ことでね、松田にね、診断だけかけに行きました。でね、松田のね、答えがね、まあ、ABS のアクチュエーター、まあ、本体がまあ悪い。そういうね、まあ、ことを言われたので、とりあえずね、一旦ね、中古を探して、まあ、中古があればね、取り付けていこうっていう感じになりました。でね、まあ、お客さんがね、ネットオークションで見つけたのでね、まあ、取り付けることにね、しました。で、ここはね、もう簡単な画像しかありません。で、まずね、ブレーキオイルセットして、でね、この裏か奥かにあるんです。で、とりあえずね、バッテリーを外さないとね、まあ、姿すら見えないので、まあ、バッテリーをね、外していきます。ちょっとね、配管見えてる。この下にね、あります。結構ね、この作業邪魔くさいです。で、まあバッテリーとかね、どんどん外していって、で、まあカバー外していけば、ようやくね、これですね、この奥。トラットのこの奥にあるやつ。で、まあ、ちょっと外し方の説明はね、ないですが、まあ、本体外して、まあ、ね、逆再生もできないですが、まあ、逆再生にしてもらえば、まあ、取り付け、まあ、可能です。でね、取り付けてね、まあ、エア抜きして、すればね、もうチェックランプがね、全部消えました。これでね、ちょっと車検に行こうかなと思ってました。いや、この車を、はい、で動画で撮って成功したマフラーとホグランプぐらいだったから、あとバッテリーを撮ったら、
完全消えとったもんこれだけ。マジで、うん、結構なんかあるよね。ありますね、うん、今回はね ABS のあれを直したで、まあ、車検に行くね当日あれついてないで。こっちがやろ。ついてないですか。うん。うん、まあ多分あの O2 センサーだと思うねんな。はい。で箸ぬくもって冷えたりとか。ちょっと走ったし。そうそうそう。そうやろ。ちょっとしたらつくと思うねんな。ちょっとまあ診断見てみようか。でこれで消えるんやったら。もうこれで持って行ってな。まだついたら。うん、持って行ったら。俺も使い方知らねえやんか。一緒やと思うんだけど。見えへん。ちょっと診断出てから。今の何て言うかな、うん、あの故障チェックランプがついた、うん、の O2 センサー、うん、プラグがあかんからとかイグニッションコイルがあかんとか、うん、寒い時から冷えたらプラスチックとか縮んでくるやんか、うん、断線したりショートしたり、ねうん、エンジンで制御これ前にも出とったんちゃうかな。前にバーッと出た時にこれ出とったんちゃうかな。スロットル清掃とか出てなかった。もう言ってなかったんじゃないですか。多分 P0506 これ多分あのなんかエンジンかけた時にちょっとスロー低かったんじゃん。スローですか、うん、オートチョーク消えへんかったとか認識しなかった。いや俺も知らんでいや保存しましたって消えて。でコードの削除とりあえずまたつくと思うわ。ちょっと走ったりとかエンジン切ってしてる間にな。でこれもう国産でマツダって、はい、で国産でマツダ選んで、はい、もうビヤンって出てくるから。でアイストップと横滑りありにして、はい、で、まあ、指示に従って全診断でこうなんかバーッと出てくるけど読み取りとかな、うん、全診断で下に出てくるわ、うん、で診断して出てコードを消 す,、うん、消すで診断出たらこうこれバック、うんはい、左上な、はい、バックでこのこのこんな画面が出てきたら削除したらポッと消えるやん。でこれつけたままコースボタン入って、あなるほど、ついたらつけたまま、うんということで、今回はチェックランプもついてないので、まあ、頑張って車検に行ってもらいます。車検ね、無事 OK で、で、それ以降ね、チェックランプついてないので、まあ大丈夫だと思います。多分ね、朝ね、ちょっと寒かったんで、まあ、いずれね、プラグかコイルかは、まあ、交換せなダメかもわかりませんが、またその時はね、動画アップしていきます。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。